逮捕されていた、木下隆之。何年も会っていない嘘がばれて避難。嘘をつくのはどうかと思う。そういう一家なのかな。DKO 木下隆之の実刑が6月17日に逮捕されていたと、8月30日付の、デイリー新調が報じ、話題になっている。逮捕されたのは、焼肉チェーン店。木下を経営する木下新湯とその妻、木下エコラ4人。 容疑は出資法違反で、4人は被害者に対し、元本保証で一口100万円、月々5%の配当金が手に入る美容商材の購入を持ちかけており、現在明らかになっているだけでも、3人の被害者から計2100万円を集めていたという、実刑の逮捕に木下は、記者の取材に対して、わかりません。何年も会っていないんです、と答えたというが、 ネット上で早くも嘘であることが暴露されている。昨年7月11日に投稿された YUTUBE チャンネル、ケヘル INOCOC ケヘルの中で、大阪で家族が大集合したことを自ら明かしていた。ネット上では、そういうところだよ。確か以前、家族総出でテレビに出ていたのを見たことがある。母や姉も知らんは通用しないと思うぞ。 兄の犯罪と木下は関係ないけど、会ってないと嘘をつくのはどうかと思う。会ってたけど全く知らなかったと言えばいいだけなのに、もしかして木下も一枚噛んでるのか、木下は見やば同様に復帰しなくていい。完全に地上向きじゃない人物、この事件に木下は関係ないけど、そういう一家なのかなと勘ぐってしまう。 普通の家庭では、そう,そう逮捕者なんて出ないからな、などといった声が寄せられていると毎日が報じた。